はい、野坂岩でございます。ではラッサスパート2引き続きやっていきましょう。こっちだよね。絶対無理。え？こっち。ほら、受け止める。平気。行こう。ゆっくり。死なずに村に行く道はないわけ。見つからずにボートを止められる場所が海辺にあるの。そこから裏道に行ける。安全？他の場所より。デブを説得する方法ないの？ない。石頭だし。どんな目に遭うか分かってないの？分かってるけど、あの人に懐いてるから。今母親だしね。あっちは息子と思ってない。ちょっと待って。ここは全部行けた。これかな。こっちだよ。あ、こっちなんかな。これ正規ルート？ここからマリーナにはどうやって行くの？そうだろう。迂回していこう。濡らさないようにね。もう濡れちゃってる。
わあ、火炎放射器が。ちょっと待ってね。行き止まりか。あれ来てる？あれどこ行った？あ、戻っちゃった。あれ？完全に迷っている。あれ？え、どこから来たんだっけ？あれ？あ、違う違う、また迷ってる。あれ？あれ？
あれ？ごめん。迷った。落ちた。え、どこ？わからんわ。お待たせ。ん？こっち？来て。あ、ちょっと待ってね。あ、ここは、ここはダメ。ここは入れない。はい。ボートは向こう岸にある。道路から回り道しないと。うん、分かった。ほら、うわ、何にも作れないや。ここで待ってて。ボート見つけて迎えに来る。ダメ、私も行く。今の聞こえたでしょ。平気だからね。分かった。ん？これ銃声？
ここはもう行けないんだね。ないね。よし、行くか。こいつかなり腕がいいな。ここに何しに来たの？ボート取りに今夜島を襲う予定が。そのクズらお出まして。さっき応援は呼んどいた。こっちに向かってるはずだ。ダブルな。ボート貸してくれない？今すぐ。なんで？説明は後。そんじゃこいつ倒すの手伝ってけよ。任せて。捨ててろ。その前に弾ください。絶対倒してやる。侵入者ともめ。侵入者って何？ちょい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 、ちょっと これは大変じゃないか。ちょっと待てよ。ここあかんよね。一人？なんでお前走っていけんだよ。うわっと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 。こっち。つい。うわこれやばそう。うわ来てる来てる。うわわ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 。どこにいるんだ？うわっ！ちょ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 。何考えてる？ここから。一発でこれはでかいな。どこにいるの？あ、これあかん。これあかん、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 ちょい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 。
これは。アービー、これ無理があれね。どこにいる？ふーわ。あー、これ絶対。あかんかんかん。どこにいる？ちょっと待って。うわ、やっぱ撃たれた。これ何？これ何？駐車場に入るぞ。これに隠れてくよ。ついてくぜ。え？カートが壊れるぞ！急ぐんだ！よし、走れ！あ、そういうことか。
浜が弾があんまりないな。マニまたか。ちょっと。どっち？いっぱい来てるやんと。どこに？ちょっと待ってね。もうそんなに弾ないんだよな。え、また来てる？ちょっと待って。こっからか。ちょっと待ってね。よし。全くいい加減にしてよ。
むちゃくちゃやなこれ。ね、どういくかな。いや、もう弾がないね。捕まえたらボコボコにしてやる。もうボコボコのケチョンケチョンにしてやる。はあ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと押しつこう、ちょっと押しつこう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。こっち？いや、弾ないんだよな。どこ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 。アビー、おい、いたぞ。ほら、さっさと行くぞ。追い詰めるよ。死ね、ペンデホ。え、どこどこどこ。わっ、ちょっと、あいつどこ。バキをつけ。おい、いたぞ。うわ、ちょっと待った。全然平気じゃない。
え、どこ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 、あ、ここってこと。ダメだ、待ち伏せてる、こっちだ。こいつを連れて帰りゃお前も汚名返上だ。連れて帰れないくらい痛めつけるよ。わあ、弾がない。わあ、ここしかない。やば。お、やっぱり、やっぱり来た。これトミーじゃん。大丈夫だアビ、あ、トミーだったんだ。
どち来て。みんなはどこ？警備は？島のこの辺りは使われてないの。はい、ということで島に渡ってきましたね。これから大変だ。だって弾がないから。うわー、ないなー。はい、ということでね、今回これで終了したいと思います。ああ、なかなかヘビーになってきた。はい、ご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。